先日ニックス、あ、どうし、あ、おはよう、アップバンク。え、それはあ、ニックスは考えたの、それ。あ、新しいやつですか。第2だ。先日ミックスがその最初、どうも皆さんこんにちはってうち挨拶するじゃないですか、はい、でその時の挨拶、まあ、ブンブンハロー YouTube みたいなのを考えようと、あ、キャッチーなミックスのね、はいはいはい、でコメント欄で募集したわけです、はいはいはい、そして結構反響がありまして、いろんな方がコメントをしてくれたんですね、はい、で今回それをお披露目会ということで、まあちょっとやってみようかっていう、いや、やってみて、みんなしっくりくるの、しっくりくるのでちょっと見てもらって、了解です。そうそうそう、しっくりくるのは来なかったら今回はまあなしと、うん、またそうです、ね、このコメント欄で募集っていう形になりますね。正解が出るまでクオリティも、あのね、ちょっとね、みんなやっぱちょっと長い長いというか、もうなんか自己紹介にね適さないのやっぱね多いっすよね、ちょっと。じゃあちょっとやってみましょうか。何個かちょっと見たいっすよ。何個か 見ます。じゃあこんにちは、リクスです。一回座ろうか。座ろうか。これはさ、座ってたらできないからちょっと厳しいですね。こんにちは、みんなのお父さん、みんなのヒーロー、たまにみんなのお母さん、ミクスです。たまにみんなのお母さん、かっこ手ぶらって書いてある。お母さんの時あんの、たまに。ないよね。今まで、今まで出た動画なかったよね、お母さんの時。さあ、こんにちは、ミックスです。これよくわかんないね。よくわかんない。手を叩く、手を上に上げる、深々と礼をする、挨拶、こんにちは、ミックスです。あ、こんにちは、ミックスです。今ので合ってるのかな、正解なのかな、この人が書いた手を叩くは。なんか雨乞いみたいだったね。何かの儀式、うん、儀式感あった。どうもー、ワンバイト怪獣、ミックスです。ちょっと違う、違うな。なんか違うな、怪獣キャッチーすぎる、はい、あ、これこれいきますよ、はい、皆さんこんにちは、イシスです。もう名前も言わない、イシスです。あのね、フォージングオットフィスもね、皆さんこんにちは、ミックスだー。ちょっとサンシャイン的な。なんか見たことある、見たことある。皆さんこんにちは、今日もあなたをワンバイト、ミックスです。あ、ちょっと綺麗めな、ちょっとアイドルっぽくはあんまりちょっと違うかなと思う。まあ実際ワンバイトはそんな綺麗なものではないから。絵面的にはちょっと、あなたは。あ、もうこれ以上ですね。あ、終わった。どうした、うーん、これだ感はちょっと僕はやっぱ。いや、ミックスの今後の挨拶がずっと、まあそうだからね、ずっとこれ、それになるからね、だって、はい、次回にお持ち帰りして。そんなに引っ張る気がないですか。シリーズ再募集ということで。そうですね、次回の発表はちょっと結構先にしようか、パート24まで。確かにもう、まあ、まず一旦前回の動画のコメントを見ていただいて、雰囲気掴んでいただいて、これじゃないっていうのはちょっと分かった上で考えてほしいですね。何様っすか。何様っすか。どの立場からっていうのは、いや、どの立場からっていうのは重々あれなんですけど、やっぱり採用されたら嬉しいと思うんですよね。あ、でもそれなりにこちらからの条件を提示していただいて。まあ、今後は決まるからね。いや、そうですよ、本当に。そうですね、で決めた人もね、あのミックスの挨拶俺が考えたっていうのが、うん、いや本当にそうですよ、うん、なので一旦ちょっともう少しあの二ひねりぐらいもうちょっと欲しいです。あとやっぱりそのアイドルチックな、どうもなんかこうキャッチフレーズ言うわけじゃないかな、なんかそのみんなのハートをワンバイトとか、うん、それ違う、みんなの心をミックスしちゃうぞみたいな、そういう感じではないと思うんだよね。かといってこう例を出せるかって言われると、もっとこうふわっとした感じでもいいかな。ブンブンハローで収まってますからね、その
ブンブンハロー YouTube どうもかきんです。うん、あれ自分のこともいろいろ表してね、うまいこと合ってるよね。ちょっとなんかそういう擬音入れたらいいのかもしれないね。擬音っていうかなんかその音、あ、うん、サンシャイン池崎みたいな、イエーイにさ別に特段意味はボッボみたいな、それちょっと募集します。え、擬音、うん、ザザ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 ジューこと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 、うん、うまいカレー、どうもミックスです、じゃないやつね。じゃないやつをちょっと書いてほしい。あ、おかしいな、これ俺センス、俺のセンスはこれで分かったと思うから。センスはないんですよ。自分で考えるのはよくあれだね。はい、はい、じゃあ擬音、擬音で音、はい、音募集にします。はい、音募集。はい、わかりました。音募集。ポンポコポンポコポコポンポコピー。無理すんなよ。なんでやり終わった後若干照れてるんですか。自分から始めてさ